当局の災害時の体制を非常体制とし、北海道運輸局災害対策本部を設置する。大規模地震に備えた訓練、外国人観光客に向けてどう情報を素早く伝えるか、訓練を通して一連の流れを確認します。去年9月に北海道を襲った胆振東部地震では、ブラックアウトなどで多くの人が混乱。特に日本語がわからない外国人旅行客などは情報難民となりました。電気とか水とか、ドリンキング水とあとクリーニング水があるとかないとか、みんなに心配。こちらでは関係機関から受け取った情報を集約し、それを宿泊事業団体などに伝える作業をしています。今回新たに定めたガイドラインでは、北海道運輸局が速やかに道や交通機関から情報を受け取り、その情報をさまざまな言語に対応した表にまとめて、外国人が利用するさまざまな機関に発信するというものです。実際に外国人はこの災害情報を見てどのように感じるのでしょうか。訓練のサイレンが鳴り、札幌のホテルでは宿泊客を想定した外国人モニターがロビーに。一方、ホテルのスタッフは北海道運輸局がまとめた災害情報をメールで受け取り印刷、ロビーに貼り出します。日本語の読めない外国人にも分かるようにと、記号を多く使用して作成された情報ボード。 A3 のサイズで貼り出され、言語は英語のほか中国語や韓国語にも対応しています。 Unfortunately, it's really small. And if the real earthquake would occurThen, there would be a lot of people looking at the information, and not everybody would get the access to the information. Use emojis, like a Japanese is very famous for anime, and then if they use some animes to show like how to get down. 外国人が安心して旅行することができる街づくりが今求められています。